これは最後の図です。環境省のホームページから取ってきました。横軸はですね、縦軸は水質ですね。横軸は水質以外のいろんな自然要因、生物多様性ですとか、生物生産力とかいうものです。で、日本の高度経済成長以前はここにあります。でそれがエコノミーを重視して高度経済成長の中で、水質環境も悪くなったし、それ以外のファクターも非常に悪くなった。で現在はこれではいけないということでですね、一生懸命河川水質を良くしています。で日本の川は本当にきれいになりました。きれいになったのに、この水質以外の生物多様性、生物生産力は最初にお見せしたようにですね、漁獲量が減り続けているということからも良くなってないんですね。ここからここへ戻すためには新しい何かが必要なの。私はこれこそがこの森聡美連監の考え方でありサイエンスだろうというふうに考えております。はい、以上私の講演を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。